皆さんこんばんは。こちらチャンネル桜北海道です。本日のキャスターを務めます川田忠久でございます。どうぞよろしくお願いいたします。本日のキャスターを務めます澤田です。よろしくお願いします。どうもお久しぶりにやらさせていただきます。まあ、今日はですね、はい、北海道も緊急事態宣言が、はい、まあ、適用されるということ、まあ、全国的にですね、まあ、そういった情勢になっておりますので、まあ、それを中心にやはりですね、今の情勢、どうしてもこの武漢肺炎、またこれにまつわるニュースというのがですね、はい、これ続けていかなきゃいけないものですから、そうね、うん、まあ、それを中心に皆さんにお伝えしてまいりたいと思います。はい、それでは本日のメニューを紹介いたします。本日のメニュー、今日のピックアップニュース、最近起きた興味深いニュースを紹介し分析していくコーナーです。今日の特集、緊急事態宣言全国に、以上の2本立てでお送りいたします。チャンネル桜北海道は道民による道民のためのインターネット放送でございます。常に皆様方と共に歩んでまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。チャンネル桜北海道を支えてくださる方を募集しております。チャンネル桜北海道は大企業や組合、宗教団体などからは一切支援を受けておりません。北海道民、国民一人一人に支えられて、日本の国益を根底にした番組を制作しています。他のテレビ局では報道されていない北海道民、日本国民にとって本当に大切な情報を常に考えながらこれからも伝えてまいりますので、皆様のご理解とご支援のほどどうぞよろしくお願いいたします。具体的なご支援の方法です。チャンネル桜北海道では100人委員会を立ち上げております。賛同者、広告主として毎月一口1万円の会費を頂戴しております。何口でも可能です。毎日月曜から金曜まで7秒間の CM をチャンネル桜北海道の番組内で毎月20回放送いたします。広告はご不要という方も大歓迎です。また月々のご支援以外にも単発でのご支援も受けたまわっております。ホームページにもご支援方法を載せておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは早速始めたいと思います。それでは今日のニュースからですね。まあ、今日のニュースというか、はい、まあ、1週間ですね、はい、いろいろとありました。まあ、それで私が、まあ、非常にこう常々、この番組でお話しているのはたくさんいろいろとあるんですけども、まあ、これも去年から言ってるんですが、まあ、このアメリカと中国の関係、うん、これ今どうしてもですね、武漢肺炎のことでみんなが目が行きがちだけども、この動きもやっぱりちゃんと見ていかなきゃいけないですよねっていうことで、まあ、先日はですね、米艦船、アメリカのですね、はい、空母などがですね、まあ、武漢肺炎に侵されていると、うん、4隻ですね、まあ、そういったお話もいたしました。非常にやはり、国防っていう視点でアメリカとは、まあ、日本人の立場からすればもう全面的に喜ばしいことではないにしても、今現状ではアメリカなしではなかなかですね、守りきれないということが言えますんで、やはりそのアメリカというものを踏まえた形で、どのような形でですね、まあ、国防というのを考えていくかという視点でお伝えしているところであります。まあ、その一環で4月12日のこう日曜日付なんですけども、まあ、これも一部ですね、ネットとかでは出てますし報道もありましたんで、ご覧になっている方はですね、もう分かっている方多いと思いますが、まあ、産経新聞にですね、米韓、中国側を航行ということで、まあ、台湾海峡ですね、まあ、中間線っていうのがありましてですね、まあ、これを要するに中国側に行った形で米艦隊がですね、航行したということでございます。まあ、4月の10日17日ですね。で、まあ、これ中国側が常々、やっぱり尖閣を沖にですね、領海侵犯も含めて、また宮古島の航海の部分をですね、航行したりということで、まあ、非常にこう牽制しているわけでありますけど、アメリカ側の方もですね、まあ、そういう意味で牽制ということで、まあ、一応訓練が一番の目的だというふうには言ってますけども、まあ、牽制という形でですね、まあ、通っている形でございます。
まあ、これどうですかね、澤田さんとしては。そうですね、まあ、どっちにしてもですね、我々が見ないように、この何十五年見ないようにしてきたけれども、結局自衛隊、航空自衛隊はスクランブルを繰り返しているし、それから領海侵犯をしている国もあるしということでですね、やはりこの辺りのことはもう独立国家同士のせめぎ合いっていうのはもうその部分であるんだろうと思うんですけど、それをこの日本は全く見ないで生きてきたと。まあ、そしてアメリカ軍というね、最強の軍隊が駐留しているということもありまして、だけど、このチャイナウイルス武漢肺炎のこの問題で、少しこう、状況がもっときな臭くなってきたのかなという気はしますよね。まあ、同じですね、記事に、まあ、防衛省の統合幕僚幹部、これ11日、はい、12日付ですから、その前の日の11日にはですね、まあ、中国海軍の、うん、クズネツオフ級空母遼寧ですね、はい、まあ、これ空母、遼寧、まあ、中国のですね、うん、大型の空母ですけども、まあ、それを1隻を含む、まあ、艦船6隻がですね、沖縄本島と宮古島のですね、間を通過するのを確認したということであります。だから非常にですね、この辺はですね、非常に緊迫している状況になっておりまして、どうしてこれがわざわざ私がですね、北海道民として言うかったら、何回も言いますけど、私たち冬は石油なしでは過ごせないわけですし、このシーレーンはですね、私たち北海道民にとってこれ生命線なんですよ。これをいかにして守るかっていうのは、私たちは北海道民にとっても重要なことであるということでですね、お伝えしているところでありますし、であとはどうしてもこの武漢肺炎に今目が行きがちなんですけども、はい、実はこの行き着く先はもしかすると有事が起きるかもしれないという認識で各国ですね、やっぱり僕は対応してると思うんですよ。まあ、表にはもちろん言わないと思いますけども、もしかすると食料不足とか、まあ、いろんな原料のことであるとか、まあ、経済のことを含めてですね、まあ、いろんな要因でもう世界的なこの緊迫している状況がさらにですね、紛争なり戦争を起こしかねないということで、それもしっかり踏まえた形でですね、まあ、対応しているとは思うんですけども、まあ、澤田栄一さんから見て日本はそういう対応しているように言えますか。だからこの対応っていうか、パンデミック、ウイルス、チャイナウイルスのこの問題にしてもですね、非常事態っていうのはですね、はっきり言って世界では戦時なんですよ、常識的に。もう有事だと、平時ではないんだという体制を取るわけですよね。その中でやはり多分食料の問題、先ほど川田さん言われたようにエネルギーの問題、こういうようなこともだんだん逼迫してくる。その中でじゃあこの国はどうするんだって話がなければならないのに、この国だけは未だにですね、個人保証なり個人に出すお金さえもはっきりしていないという。だからこの辺りも早めに処理して、次の段階の食料不足になったらどうするんだとかっていう体制に入らざるを得ないんだろうと思うんですけど、それが全く抜け落ちているという気がします。まあ、ですね、先日もですね、米艦船が武漢肺炎に侵されているという時にお話をいたしました。はい、で、まあ、地図、あとでご覧になってくださいということで、まあ、ご覧になった方もいるかもしれないですが、あえてスタッフの方に作っていただきました。まあ、この世界地図ですね、まあ、ご覧になっていただいてですね、でよく例えばこのこっちかな、こっちの、中国側から日本を見たっていうですね、こっちですね、日本を見るっていうこのですね、地図は最近ですね、ご覧になっている方も多いと思います。要は中国からすれば日本っていうのが非常にこの太平洋出ていくのに邪魔な存在、ね、まあ、台湾もそうですね、そういった意味でですね、持ち邪魔な存在というのをよくご覧になっていると思うんですが、実はアメリカからするとですね、これですね、この中国に対してはこれはもう本当に防波堤なんですよ。そうですよね、最前線なんです。うん、で、これはあんまりですね、言う人はいないかと思うんですが、うん、確かにこう太平洋って広いから、うん、まあ別にその防波堤なくてもって一般的には思う人もいるかもしれないですけど、でもアメリカはかつてですね、日本との大東亜戦争においてですね、うん、まあやはり非常にですね、犠牲者を出して、勝利はしたものの、やっぱり苦い経験をしているわけですよね。うん、これ前も言いましたけど、日本の立場で私は今言ってるわけじゃないですよ。日本人の立場で言ってるわけじゃないんで、アメリカからすればっていうことで 言ってますんで、誤解はしないでいただきたいんですけど、だからその
アメリカからするとかつて中曽根さん、これ僕も何回かでですね、うん、去年から出してるんですけど、不沈空母でなきゃいけないです、うん、日本っていうのはですね。だから非常に重要なやっぱり立場で、私が懸念するのが、日本がこれですね、これ以上国防というかですね、まあ、この安全保障について無策である、またはですね、関心がない国民も含めてですなってしまうと、これやっぱりいくつ先は非常に、その中国の今回のですね、武漢肺炎の対応一つ見てみても、今それこそマスク外交ということで120カ国以上にですね、いろんなものを送ってですね、自分の存在感を、まあ、ある意味ではですね、自分が怠惰撒いた種なのに、その自分の存在感をですね見据えようとしているわけであって、まあ、そのことっていうのは非常にこう注意をしていかなきゃいけない部分で考えると、日本の都合は関係なしにですね、アメリカって動いてしまう危険性も僕あると思うんですよね。どうですかね。いや、それはありますよね。ただ、まあ、日本の場合はだ、我々はこの国をどう守るんだって本当に大変な状況になりつつあるときにですね、やはり先ほどお母さん言ったように、アメリカ対中国という構図が今度世界的に出てくる、中国がね、どんどん世界のリーダーになろうというような意思をはっきり見せてきているという中で、じゃあこの日本はどうするんだっていうところを本当に考えていかなければならない時に来てんのかなと。で、まあ、ただね、国防を今からやるどうのこうのというよりは、まあ、西部進さんが言ってたように核武装しかないっていうような結論まで考えてですね、この日本が考えていかなければならないところまでもう来てしまったんではないかと。最後アメリカが守ってくれなければどうなるんだってことを考えただけでも、もう本当にそれは恐ろしいような状況になるのかなという気はしますよね。かつて、第二次世界大戦の時にヨーロッパでいうとソ連とドイツの狭間にポーランドやバルト三国があったりしましたよね。はい、もうやっぱりそういう意味ではですね、その大国に翻弄されたやっぱり、事態になったわけです。僕先日ですね、デンマークがですね、まあこれもドイツ軍にやられるわけですけども、そのやられる時の、まあ、映画ってをですね見たんですが、まあ本当に今の日本と同じようにですね、どういった命令系統でどういうふうに戦うかっていうのもできていないと、やっぱり大国に挟まれるっていうのは、もう今やですね、その国の都合なんて考えないんですよ。大国同士の都合で考える。だから中国が何年か前にですね、アメリカとその太平洋を西と東で分けて二分しようやというふうに話したと。これかつてスターリンとヒトラーが話したのと同じであって、やっぱりですね、その狭間に立つ時にっていうのは、しっかりとですね、日本が日本の独自の自立、独立と尊厳というのをきちんと守る立場で、この緊急事態、武漢肺炎を対処しなかったらですね、とんでもないことになるんだということなんですよ。僕これをどうしても言いたいんですよね。だからあえてアメリカ側のからもこれになっていただきました、いや僕こんな遠いんだから別に関係ねえだろうっていう人もいるかもしれないですけど、そうじゃないんだと。今アメリカは逆にヨーロッパで、まあ、ロシアとはですね、そんなあまり、まあ、対立関係にあるっていうか、まあ、そういうのはありますけど、ヨーロッパと対立するところってそうないわけですから、やはりもう圧倒的に中国と対立することになればですね、やっぱり日本のこの立場っていうのはもう日本の都合関係なしに中国もアメリカもですね、いろんな形で動かれてしまったらとんでもないことになるんで、日本の独立と尊厳っていうのは私たちの立場で国際政治の中においてですね、自分たちの生命と財産を守っていく、しっかりとした自立したですねものになるっていうことをですね、僕は主権者たるご覧になっている皆さんも含めてですよ、まあ、ご覧になっている方は分かると思うんだけど、もう普段どうなっちゃってるのか分からないという周りの方も含めて、やはり皆さんからも説得していただかなかったら、結果としてこれですね、大変なことになってしまうという意味でですね、改めてこの米韓の中国側高校ということで、アメリカも中間線をですね超えてですね、中国を牽制し始めてますよと、どうなるか分かりませんよと。だからこそこの狭間にいる日本がしっかりとこの武漢肺炎の対処も自立自尊心を持ってですね、我々で解決するという強い意志を持たなきゃいけないですよという意味を込めてですね、
お伝えしたところでございます。いやだからまだですね、トランプ大統領になったことによって中国との関係がアメリカ良くないという状況になってますけれども、その前の時にはですね、まだ西部さん、スミさんが生きてられる時にですね、これ中国とアメリカに手を結ばれたら本当に日本大変なことになるぞと、うん、先ほどカズさんが言ったように大国同士の利害がどういうような形で転ぶか分かんないところに我々の生命を全部預けてるんだということを、やはり日本人もう一回考え直さなければならないですね、これはね。そうなんです。だから一つのですね、まあ今不要不急の外出をですね、しないでくださいということで緊急宣言も出ましたから、国全体でですね、まあいろいろと考える機会あるかと思いますんで、私たちの国のことで、私たちが一票という主権を持っているというですね、認識のもとでですね、皆さんとまた考える機会を作ってまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは次のニュースに入ります。はい、はい、これは4月16日、はい、日付、これも産経新聞なんですが、皇位継承ということで常々ですね、自民党内でも青山繁晴さん以下守る会などが提言をしておりました、旧宮家復帰有識者に聴衆ということで、まあ、これですね、戦後直後に GHQ から功績離脱をですね、はい、余儀なくされた、まあ、旧宮家の人たち、まあ、今民間ということで、お過ごしにはなってるんですけども、はい、まあ、この復帰をですね、まあ、皇室をしっかりと守るという意味で していくべきじゃないかというお話があったわけですけども、まあ、これが記事としてあったわけでございます。でこの15日に、まあ、この戦後に功績を離脱した旧宮家の復帰に関する考えを、まあ、尋ねて、産経新聞がですね、そのいわば有識者の人たちに聞いてると、政府関係者が聞いているということが分かったということでありました。まあ、これはですね、とても重要なことでございまして、まあ、今男系をいかにですね、皇室をですね保っていくのかっていうことが、まあ、一番大事なところなんですけども、結局少なくなることによって、まあ、女系天皇も容認すべきじゃないかっていうですね、そういった議論がなされていて、これはまあ私たちだけじゃなくてですね、桜本体でも常々懸念をしているということで、まあ番組がなされているところでございます。まあこの十一宮家なんですけども、まあこれですね、本当にまあ戦後直後にですね、まあ結果的に GHQ から離脱されたわけでございますが、実はですね、この旧宮家の方々もいろんな形でですね、まあ、皇室に関して言えば関わりもあるということで考えればですね、まあ、私としてはですね、これは悠仁親王が、第3位の、はい、まあ、いわば継承者ということでですね、もう決まってるわけでありますから、うん、まあ、そういう意味では、男系は保たれているわけでありますけれども、うん、まあ、いつも言われるのはもしもということも踏まえて考えると、うん、ね、この功績離脱、それこそもう私は戦後価値観、うん、東京裁判士官をですね打ち破るという意味においてもですね、うん、これをですね私は復帰をさせるということは重要なんじゃないかなと思ってるんですけども、いかがですかね。そうですよね、戦後もやはり75年間で、はい、これだけの危機に陥っているという皇室がですね、男系の維持に関しては、そして、まあ、我々よく言う国民の支持とか国民の意思っていうけれども、国民って何かというと、今の2600数十年この日本に生きてきた人たちの意思がやはり皇室を、そして男系を守ってきた以上は、我々今生きている人間たちがこれを否定することもできないと。そうなればしっかりとですね、そういう体制を今のうちに作っていかない限り、やはりどうなるかわからない状況にはなっていると思うんですよね。そしてあるグループはやはり女系女性天皇、女系天皇でもいいんじゃないかというような議論まで出てきつつあるという中で、やはりしっかりとそういうような方々が戻っていただけるんであれば、国のやはり自由民主党が中心となって、そういうような政策をしっかり作っていただきたいなとは思いますね。やっぱりうちですね、私たちはですね、日本の独立と尊厳、で悠久の歴史を大事にしていく、
そして今のこの東京裁判所に出来上がった政治状況、これを変えていかなきゃいけないということはお話をしているところでございます。その最たるものが私たち日本人にとってみてやっぱり皇室ということでありまして、私はこれ必要なことだってもっと議論をですねしっかりと進めて、しっかりとこう実現するような形でやってもらいたいなと思っているところでございます。はい、まあ、そういう意味で皆様方にですねお伝えしました。また何かですねこれも、この私たち北海道民としても、日本人としてとても重要だという視点からですね、また何かありましたらお伝えしてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではもう一つのニュースです。これとうとうですね、韓国が今選挙、総選挙やってますね、15日、で、まあ、今の共に民主党、ムン・ジェインの支えている与党ですね、でもう一つが共に市民党っていうのがあるんですね。共にっていうのが好きなんですが、まあ要は日本の昔古い革新系ので、今革新与党ですから、この人たちが合わせて180議席ということで、圧勝しちゃったんですね。まあ、保守系の最大野党未来統合と未来韓国と、これは未来でつながってるんですね、共にと未来でありますけど、まあ、これはもう合わせて103議席ということで、まあどうですかね、これ今までのムン・ジェインの日本に対してやってきたことっていうのは非常に反日的な行為が多いわけですよね。かなり反日的でしたからね、だからまあそういう意味で考えたらですね、私たち日本人にとっては非常にですねこれは厳しい結果だなと。まあもちろんこの未来、統合党に対してもですね、まあいろいろと果たして疑念はあるんですけども、まあこれやっぱりこれからの日本、また北海道も含めて考えるときに私は要注意だと思っております。いや、後ろにアメリカ、前に中国、その間に韓国という、それから横にはロシアとかね、北朝鮮があるという、もう大変な状況に日本が追い込まれているということですよね。そうですね、まあ結局ですね、まあこの革新系の人たちっていうのはですね、まあ、北朝鮮新北系とも言われているわけでありまして、だからまあこれから国防上考えたときに、韓国はですね果たして味方なのかどうなのかという視点で考えていかなければならないっていうのと、またこれにシンパシーを持った日本のマスコミなどがですね、従軍違反な慰安婦などをはじめとしてですね、今まで歴史を捏造してきたわけですが、文科省が結局前この番組でも見ましたけども、教科書をですね書き換える、または中軍違反国についてしっかりとした規律をした会社をですね、いわば阻害しをしてしまうどころか、全部合格を不合格にしてしまうということも考えればですね、私は非常に危険な状況だと思っております。だから北朝鮮情勢のほかにこの韓国情勢というのは我が国を危険にさらすことがあるんで、しっかりと私たちも有権者としてですね冷静に見ていく必要性はあるかと思います。もう本当に全ての問題で非常事態だということですね。そういうことですね、まあこれもですねまたいろいろと、これからまあいろんなこと進んでいくでしょうから、まあ、そういった状況を見ながら皆様方にお伝えして一緒に考えてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。以上今日のピックアップニュースでした。
まあ、今日の特集ということで、はい、まあ、皆さんもご存知のように、まあ、緊急事態宣言がこう全国にですね、まあ、安倍総理がまあ宣言をして、まあ、国会でいろいろとまあ細かな部分も審議されたりしているわけでございます。それで、北海道はですね、まあ、この前札幌と共同のですね緊急宣言というのはしましたけども、今度改めてですね国の部分で測定警戒都道府県に指定をされると、設定をされるということになったわけでございます。はい、まあ、そういうことも考えてですね、まあ、5月3日までということでなってるわけでございますけども、今ですね非常にこの北海道内においても、まあ、感染者が増えているということもありましてですね、まあ、これから私たち自身も警戒していく、または不要不急の外出を避けるなどですね、まあ、さらに警戒していく必要性があると思うんですが、どうですかね、澤田栄一さんとしては。そうですよね、まあ、ただこの国の場合は、まあ、前も言いましたけど本当に非常事態、このことをずっと想定してこなかったというようなことで、やはり対応が、まあ、特措法を使いながらやってるんですけれども、非常になんか甘いなっていうか、だからもう末端の経済がかなり悪化しているところにですね、やはり経済の手をなかなか打ってこない、それから戦場になっている病院、それから医療関係者に対してもですね、マスクなりなんなりのものをしっかり手渡していない、もう戦場になってるわけですよ、あそこは。あそこが負けた、ウイルスに負けるということになればですね、我々は本当に国民を守れるのかという話までなってくるんで、そこにこの今の政府があまりにも手を入れてないという気がして、ただ非常事態、緊急事態だって騒いではいますけれど、じゃあ実質どこまでやるんだという覚悟が本当に今の政治家から見えてこないというところはありますよね。うん、まあ、結局ですね、今回、まあ、緊急事態宣言の中に北海道が特定警戒地域ということで、まあ、全国的にもこの宣言がなされたわけでありますけども、結局ですね、先ほど例えば米中の話もしましたけども、この緊急事態宣言はやはりその何をもってやるかって言ったら、なぜこの言葉っていうのは非常にですね重みがあって、みんなもなんかやっぱりこれ大変だなっていう思いにさせるっていうことでは意味があるんだけども、だ実際法的にもういわば要請という形でやってるもんだから、これが果たしてどこまで効果を持つかっていうのは、これ日本人一人一人のモラル、精神性しかないんですよね。だからまあ確かに私は日本人は非常に精神性高いと思います、うん、地震の時でもね、やっぱり並んでいる姿とかっていうのはよく海外からはですね、まあ本当にすごいなっていう形で見られたりですね、まあ、サッカーの競技終わったらですねゴミ拾いをするであるとか、まあ、そういった僕は精神性は非常に高いとは思ってますし、それにまあ支えられている部分もあるんだとは思うんですが、しかし結局夜の特に商売、まあ、この分ですね、もう皆さんもう日銭にそこから稼いで生活してるわけですから、大変な方いらっしゃるのは重々承知はしておりますけども、やっぱりここの部分もまたはパチンコであるとかですね、やっぱりきちんとやめれる、休業できるかどうか、まあ、保証の問題はあるにせよですね、やっぱり保証の前にこう緊急事態というのは何かしか私たちは国家に対してですね、やっぱ義務を負わなきゃいけないんですよ。そうね、保証っていうのは、要するに権利と義務っていうことで言うと、常にいや俺やってやるからなんていうのか保証しろっていう話ではないですよ、国家との関係っていうのは非常にその義務と権利っていうのがきちんとあるんですね、その部分が日本においてはまず国防に関しては全くない、ね、納税とかの義務しかないわけですね、だからやっぱそういうことも僕は大きな、そうですね、今カズさん言われたようにですね、国民の最大の義務は何かというと、普通の国は国防の義務なんですよ、最初に。だから非常事態になるってことは、国家が非常事態になった時はまず想定するのは戦争と同じような対応をしていくということで、結局アメリカもイギリスも戦時にして、例えば先ほど言いましたけれども、ダイソンのような掃除機の個人の企業に
全部人工呼吸器を作らせる、もうそういうような戦時体制に入る、これも非常事態っていうのはイコール戦争と同じ対応をするっていうことがですね、世界の常識になってるんだと思うんですよね。それが全くこの国には、まあ、75年間アメリカに守ってもらったっていうのもあるんでしょうけど、その意識が全くないっていうことだと思うんですね。だからこのあたりの緊急事態の法案もそこまではいかない。そしてまあこの時期にですね、非常事態の条項を憲法にというような議論がちょっと出ただけでも、野党側は一斉に今はやるのは火事場泥棒と一緒じゃないかみたいな議論が出てくるという、なんかもうこういうような危機に勉強し学習をして、我々の憲法が何が足りなかったのかもう一回考えるべきだと思うんですけどね。私が常々ですね、はい、この番組で言っております、今の政治状況、まあ、結局シビリアンコントロールということであればですね、国防も含めて、ね、結局、まあ、ある意味では文民統制なわけですから、私たちが一票で選んだ政治家からまたさらに代表者、また大臣がですね、いろんなことを決めていく、最終的には内閣総理大臣がですね、最高指揮権を持つということになるわけでありますけども、まあ、結局今までの政治状況で考えてみれば、まあ憲法にはですね、現行の憲法においては納税労働とかの義務がありますよね。でだけど国防というものはないということで考えると、まあやっぱりこの憲法そのものは占領憲法下において、なされてきたということで、結局今の政治状況は戦後価値観、東京裁判士官を受け入れなさいと。で東京裁判要は何かって言ったら、この前ですね、まあ、ご覧になっている方は東京裁判ってもうピンとくる方も多いのかもしれないけど、初めての中最近ですねご覧になる方もいて、東京裁判って何の裁判だって言われた方がちょっといたんで、まあ、要はですね、大東亜戦争、要は第二次世界大戦で日本が戦争に負けて、そして結果的に降伏をして、そして東京裁判っていうのがやられて、そこは戦勝国が敗戦国に対して、ある意味では2万人以上の人を死刑にしたり、いろんなですね懲罰を与えて いるって話なんですけど、この東京裁判、東京裁判士官を受け入れなさいと、そして東京裁判士官の下で、与党も野党も政治をやりなさいと、で、あなたたちは占領をされてる人であって、今の国連というのは連合国なわけですけども、敵国条項もですね、つけられていて、いわば戦前を美化したり日本を美化することはやめなさいと、あなたたちは敗戦国であって、その戦争をやった人たち、その周りには先祖も含めて悪い人たちなんだから、新しい民主主義を築きなさいと、だから靖国神社に参拝する人はとても悪い人ですと、でそれをある意味ではマスコミが言論統制、GHQ からの言論統制のもとにおいて、ウォーキルトインフォメーションプログラムのままで、今でもその与党野党の政治を監視すると、で与党のいわば先祖は素晴らしいであるとか、2000年の悠久の歴史を大切にしましょうとか、まあそういったことそのものは、マスコミを使って批判をし、で国民に未だにこの人たちは戦前を素晴らしい、先祖が素晴らしいと言っているとんでもない人なんだということで、各マスコミテレビ局、これが、国民を騙し洗脳していくと、これが続いたことによって結局日本が自分で決めることっていうのは何もできなくて、戦勝国同士でも利害の対立、さっきも言った米中の対立はするけども、日本が独自で何かをしてしっかりとした国づくりをしていくことはいろんな手段を使って否定していくと、この戦後75年の結果が今に至っていると、 それをして私たちが覆すこともできず、ある意味では是としてしまったことによって、私たち自身も結果的に不自由を被っていると、いうことなんですよね。ね、だから、まあ、安倍首相がですね、最初に戦後レジームからの脱却、これは本当にね、もう東京裁判士官からの脱却なんですよ、日本が。そしてあの裁判自体がですね、見せしめの裁判であり、それ事後法で裁くというね、法廷としてはもうやってはいけないようなことで裁いてるわけですから、まずこのあたりをしっかりと我々解決してからですね、今後生きていかなければ、この厳しい社会、世界の社会の中でですね、国際社会で
どうするんですかということが突きつけられてると思うんですよね今ね。まあ、結局、ですね、例えば南京大虐殺の話、ね、これももう捏造されていることは間違いのないことなんですけども、結局この番組をですね、しっかりと検証することさえもですね、まあ、この YouTube も含めて許さないと、まあ、こう許さないというか、まあ、ある意味では非常にそこに対してですね、いろんな抗議が来ると、でもこれは要するに中国にとって都合が悪いことですよね。そうだね。で今のマスコミは最近ネットにおいても結構ネット嘘も多いんだということで風潮しますが、でもそのマスコミ自身も嘘も多かったわけであって、で結局そのネットが発達することによってマスコミが困っているのは中国共産党と同じ悩みを持つ言論統制ができない、先ほど言った GHQ の下での言論統制をそのまま接収することができないと、やはり私たちの先祖って素晴らしいんじゃないかと、日本自身もいいことも悪いこともあったんではないかと冷静な形でですね見つめることそのものを防御することができない、それが最近出てきたがためにですね、結局のところ彼らも中国共産党と同じ悩みを持ち始めているということなわけであってですね、まあもうこれですね、私は本当にこのことを機会にですね、まあ本当に私たち自身のこの国の在り方っていうのは、まあ不要不急の外出をしないわけでありますから、こうゆっくりとやっぱり考えていこうじゃないかと思いますね。それは確かですね、はい、これから時間がある中でね、はい、この国を、いや結局この危機の状況で何が頼れるのかって国家しかないわけですよ。この国家をじゃあどうするんだと、我々はじゃあ本当にこの悪い国に日本がこのような形でレッテルを貼られながらですね、その中で生きてきて、だけど子供たちだってこれからプライドを持ちながらこの日本人として生きていくという中ではですね、やはりあの戦争も検証さえしてないという、しっかりとした検証さえ出てない、こういうことをですね、我々歴史をちゃんと子供たち孫たちにもう一回教えていかなければならない。そしてマスコミが先ほど川田さん言ったようにどんどん歴史を作ってくる、そして我々がそれに反対をすると歴史修正主義だというレッテルを貼ってくる、このようなこともですね、そろそろしっかり考えて発言をしていかなければならないなとは思います。まあ、それでですね、まあ、結局この緊急事態宣言に至ったこの感染源、これは武漢であることは間違いありません、ね、何回も言いますが北海道新聞では私の議会の質疑でやった武漢肺炎、これは報道いただきました、武漢肺炎、これからも言い続けますんで、よろしくお願いします。であとは WHO ですね、これトランプ大統領がやはりこうあまりにも中国寄りじゃないか、台湾でもですね、まあ、非常にこの WHO にはいろんなですね疑問があるということで、今ここも非常にですね、まあ、日本はお金を払ってしまったわけですけども、まあ、非常に疑念があるということもあります。だからその中においてですね、これは先月ですね、小島さんと一緒にやった放送でも流したんですが、はい、確か先月8万人以上の方がですね、はい、中国から観光でお越しな、2月ですね、2月は来たわけでありますけど、まあ、3月がですね、3月分が発表になったんですね。まあ、こちらですね、まあ、訪日開客数ということで、はい、これ日本政府観光局人とですね、これも前2月の時にも8万人以上中国からも来てますよということで発表しました。で3月分がなぜかですね、いつも大体こう20日19日あたりに、発表されるんですけど、今回は早くて14日に発表されて、まあこれマスコミでも一部ですね出たんで皆さんもご覧になった方いるんですが、まあこれ全部これホームページでご覧になれますんでですけども、まあ、中国からですねこれ1万400人、まあ、98.5% ということで、まあ、前年比で言ったら 98.5% 落ちてるんですけども、それでも1万400人、まあ、来ているということであります。で3月は確かにその安倍総理がこう中国また韓国に対してですね、私も番組で言いましたけど2週間の留め置きはあるけども、まあそういったさらに厳しいですね措置を、入国の厳しい措置をですね、していったわけですね。で、
まあ、1月から中国政府は団体ツアーとかそれにまつわるパッケージのあるですね商品も禁止しておりますから、まあかなり少なくなって、まあ3月もこの検疫強化、ビザの無効化ということでですね、あの2週間の留め置き期間で、あれも裏を返すと2週間の留め置き期間が終われば入国できるっていう問題はあるんですけども、大幅に減っているわけでありますが、まだこうやって入ってきているという部分もあるわけでございます。だからあの結局ですね、これ例えば千歳空港も先週言いますか3200人余りですね入ってきているということも含めて考えると、まあやはりですねこの海外からのこれやっぱり発生源はあくまでもですね、あのこれ武漢なわけですから、どういう形で厳しい措置をしていくかっていうのは、まあこれからも問われるわけなんですが、なかなかだなんかですね、もうこれ元からそうなんですけども、どうもですね中国に対してはですね、この厳しい措置っていうのがなかなかなされないところがあるなと思うんですね。どうですかね。そうですね。いや、僕なんかにあの思うところはですね、やはり北海道が最初にこうスタートダッシュみたいな形で急に人数増えたのも、結局雪祭りで家内の中国の方々が来たと、あれを止めてなかったことによるその人数の拡大であろうというようなことも言われていて、やはりこの辺りにも全ての原因がコロナウイルス、まあチャイナウイルスって我々言ってますけど、このウイルスの問題はここの辺りにあるんだろうということで、やっぱり中国の方々がどういう形で入ってんのかだけはしっかりとこうあの表へ出しておいてほしいなという気はしますね。まあ、新千歳空港も3150人ですね、うん、3月で、まあ、これは中国人だけじゃないですけども、はい、まあ、外国人で入国をしているということも踏まえて考えますとですね、まあ、あのこれからやはりですね、まあ、4月3日からさらに、対象の国も増えてですね、はい、厳しくなったわけでありますけど、あの私たちはよくよく見ていかなきゃいけないし、うん、あともう一つですね、はい、あの忘れてはいけないのは、まあ、正規にこう入国する人もいたんだと思うんですけども、うん、やっぱり中国人はこう行方不明になる方も結構多いんですね。だからやっぱり、そういった部分を踏まえて、うん、やっぱりきちんと監視をしていくと、でそこから感染して、まあ、また日本人同士でも感染して広まっていくってことにもなるんで、やっぱり感染源は抑えるという意味においてもですね、やっぱりそこは見ていかなきゃいけないし、もう一つはやっぱり、僕も常々言ってるのは、夜の商売の場合に、はいはい、まあ、これは別に昼間でもそうかもしれませんけど、ただ夜の商売は特に多いんですが、日本人だけが経営の母体になっているわけじゃないですよね、うん、はい、やっぱりこう外国人だったり、またマフィアであったり、うん、そういった人たちも経営の母体になっているということであればですね、うん、ここも厳しくやっぱり措置をしていただくということで、うん、やっぱりこの水際対策、うん、そして中に入っている部分での対策、うん、これをですねしっかりと厳しくですね見ていくということが私は大事なことであって、うん、これがやっぱり日本は日本人の国でありますということ、うん、これをですねしっかりとですね、うん、内外に示すという意味にも、私は政策として やっていく重要なことだと思うんですが、いかがですかね。そうですよね。やはり国民を守る、国土を守る、まあ独立国家はね、そして主権を守るって、これが独立国家とするならば、やはり国民はどの人たちが国民なんですかっていうこともはっきりさせなきゃいけないし、我々は義務として戦争に行くとかですね、そういうのは義務を持ってないわけですよ。だからそうなると、この国はとても入りやすい国家であるし、そして国民になりやすい国家でもあるというところもあるんでね、やはりこのあたりももう今後は考えていかなければならないのかなと。国に対してのために戦うという意思がなければ国民にはなれないんじゃないかというようなことも考えていかなければならないと思います。そうですね、はい、まあ、あの私あの北朝鮮の、はい、あの拉致の関係もやってまいりました、うん、であの以前ですね、はい、木造船が多く来てるということで取材に行ってきて、はい、うん、そして、その当初ですね、はい、取材した時には転覆したままで、はい、後からその転覆した木造船を解体したら、はい、2ヶ月経ったらあの北朝鮮らしき、はい、あの遺体が、はい、あの2人上がったということで、はい、したら今までそれはどうしてたんだって話もあって、うん、この国境の守り、うん、また
今は少なくなっても、ね、実は今この木造船について言えば、あの200隻もですね、いろいろと打ち上がっていたことで考えると、遺体も少ないことを考えれば、そしたらもし不法に入国した人もたくさんいるんではないかと、うん、いうことも考えると、うん、こういった対策と今回のこのコロナ対策に伴った水際対策、うんうん、これは僕は密接不可分な関係にあると思いますね。いやだからこの国はやはり75年間、アメリカのゆりかごで難民をむさぼってる間に、結局こんなに問題を山積みにしてしまったということなんだと思いますね。だからこういう危機の時にこういうものが全て見えてくるんで、これをもう一回ですね、これ危機なんですけれども、この中でもう一回こう国家を作るのはどういうふうにするのかということも、もう一回我々はきちっと考えて学んでいかなければならないのかなという気がします。そうですね。はい、まあ、多分ご覧になっている方で、うん、まあ、いろんな人したらこの経済対策、特に10万円の話とか、うん、多分ですね、興味のある方いらっしゃると思います。まあ、ただあえてこのチャンネル桜北海道では、まあ、後ほどですね、いろんなことが決まりましたら窓口であるとか私も説明してますけども、融資、ね、はい、の関係は説明したいと思いますが、うん、あえて、今日ですね、今までの話に終始したのは、やはり私たちが考えていかなければならないのは日本の独立と尊厳そのものなんだということでですね、私としてはやっぱりそこを中心に今日はですね、お伝えしたところであります。はい、どうですかね、澤田さんも、はい、この独立と尊厳、ね、とても重要なことだと思いますけども、 ね、やっぱり、はい、その国を守るということがね、やっぱりどれだけ大切なことか、そしてその国を守る意思がなくなった国家がどういうふうな道をたどるのかということは歴史が教えてるわけですから、やはり我々の中でしっかりともう一度この国を守らなければ、子どもたち孫たちも守れないんだよということをもう一回確認しなければならないかなと思いますね。はい、まあ、私も先ほど説明しましたが、うん、この地図、こちらから見る部分とこちらから見る部分で、やっぱり超大国にやっぱりですね、挟まれてしまって、うん、彼らの都合のいいような形で日本がですね、うん、右往左往することがないように、やっぱり独立尊厳をしっかりと守っていく、うん、もう日本は東京裁判のことをこれを意識する必要はありません、うん、ね、申し訳ないんですけど、アメリカよりも歴史が長く、中国よりも高騰がずっと続いた、世界でも誇れる国でありますんで、そういう意味においてですね、うん、マスコミの方ももう反省をしていただいてほしいと思います、うん、はっきり言ってこれを機会に日本と独立尊厳を中心とした形で、うん、国民が一致団結して我々で、このコロナウイルス、うん、武漢肺炎ですね、うん、これをですね、解決をするんだという強い意志を持ってですね、まあ、本当にこの緊急宣言、まあ、この中身についてはいろいろと課題はありますけども、私自身も取り組んでまいりたいと思っているところでございます。以上、今日の特集でした。いや、今日は疲れました。まあ、話題も多かったですからね。まあ、夜もですね、ちょっとかなり遅くなりましてですね、はい、まあ、本当にスタッフの方も本当にいろいろとお力添えいただきましてありがとうございました。まあ、やっぱり緊急事態宣言が出たということもあってですね、うん、今後どうしていくかということで、まあ、これからいろんなこと出てくると思いますし、今やっぱり札幌市、まあ、これ北海道もそうなんですが、いくらですね、お金を引っ張ってくるかということで、うん、いろいろと調整中ですし、さらに上乗せできるかどうかというのも含めて、はい、今、ね、検討しているところでもあります。やはり北海道の場合は、ね、はい、国のお金をしっかり持ってこれるかどうかというところがありますからね、うん、はい、まあ、その点については、まあ、自民党の国会議員もですね、はい、やっぱりしっかりやってるんですが、ただ問題なのは、早くこれを終わらせるためにも、うん、
先ほど以来お話ししてますようにね、うん、やっぱり感染源である中国、まあ、もちろん浙江省とか湖北省が多いんでしょうけども、ね、うん、しかしそこもまたさらに第二陣が来て封鎖されたり、ね、結果的に中国全土にも蔓延していることを考えると、うん、どんな形になっているのかっていうのは全く不確かなんで、うん、ね、まあ、そこをしっかりやっぱり解明するまではですね、うん、もっと厳しい措置を、ね、国内外においてですね、我が国政府には求めてですね、うん、早く収束させる、ね、このことのためにですね、うん、やっていきたいと思います、ね、アメリカではですね、2022年までかかるんじゃないかって大学のですね、発表もありましたから、まあ、そういう意味ではまだまだ困難な状況続きますが、ね、チャンネル桜北海道ですね、はい、日本の独立と尊厳を守るためにこれからも発信してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、以上こちらチャンネル桜北海道でした。明日もお楽しみに。ありがとうございました。ありがとうございました。